重式戦車、重式戦車、一丸式戦車は日本の主力戦車。陸上自衛隊が運用する国産戦車としては4代目となり、第3.5世代主力戦車に分類される。重式戦車は陸上自衛隊の61式、74式、90式に次ぐ4代目となる最新国産主力戦車である。 重式戦車の開発は防衛省技術研究本部、試作、生産は三菱重工業が担当した。戦闘力の総合化、火力、機動力、防護力の向上、小型、軽量化などを達成。2009年、平成21年12月に実施された防衛省装備審査会議において、部隊の使用に供することを認める評価がなされた。 また、装備加年度が平成22年度、2010年度になることから、重式戦車名称が定められた。手法には、日本製工所の国産44口径 120mm、格好砲、軽量航空圧方針を備え、新型の国産鉄鋼弾の使用により貫徹力を向上させている。また、90式戦車と同様に、自動装填装置を採用し、 乗員は、社長、報酬、操縦士の3名である。小型、軽量化等等性、臨床性の向上のため、水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンと、油圧機械式段階自動変速走行機、HMT を組み合わせた、動力装置、パワーパックを搭載する。また、全国的な配備、運用のために車体を、小型軽量化したことで、 重量は約44トンに抑えられており、さらに着脱が容易なモジュール型装甲を実装している。日本の戦車、戦闘車両としては、初めて C4i システムを標準装備したことも特徴である。平成22年度2010年より調達が開始されており、平成23年度2011年により、富士共同団戦車共同体などから順次部隊配備。 される。平成24年、2012年に、量産第1号車が、富士学校機構下部に引き渡され、平成24年、2012年12月に、駒角駐屯地の第1戦車大隊へ配備された。日本を防衛するための能力を将来にわたって維持するため、将来戦に対応できる、機能、性能を有した、原油戦車の後継が必要とされた。 導入する戦車の条件として C4Y システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷、火力、防護力、機動力の向上、全国的な配備と戦略軌道のための小型軽量化が求められた。原油戦車の改修や諸外国で装備されている戦車の導入も検討されたが、防衛省の政策評価書によれば次のような理由から不適当であるとされた。 以上の理由から既存の戦車の回収によって目標を達成することは困難であり、将来の各種任務に必要な性能を満たす戦車を装備するためには新戦車の開発を行うことが適当と判断された。ただし C4 i システムを社外に取り付けることは可能である。開発を担当したのは防衛省技術研究本部の技術開発官、陸上担当、施策。 生産は主契約企業の三菱重工業である。開発は平成14年度2002年から平成21年度2009年まで行われ、施策については平成14年度平成20年度2008年にかけて、試験については平成16年度2004年平成21年度2009年にかけて実施された。 2008年2月13日、神奈川県相模原市の技術研究本部陸上装備研究所で新戦車の試作車両として初めて報道を公開された。また、同時に主な書源、報道内の一部を撮影した写真、走行、射撃映像なども報道向きに公開された。記者会見では価格についての質問があり、担当者から希望的なニュアンスで7億円との 回答があったとされる。試作車両の車体後部左側面の名板には、新戦車、その後戦車、その後戦車2号車と書かれており、複数の雑誌で2008年1月に完成した試作2号車と記述していた。2010年6月14日、静岡県寸東郡小山町の陸上自衛隊、富士学校、富士駐屯地で重式戦車の試作車両として、報道関係者に公開され、 90式と並走した。同年7月11日に行われた富士学校、富士駐屯地設五56周年記念行事では2両の試作者による走行展示が行われ、これが初の一般公開となった。なお、7月9日の予行でも報道関係者に公開されている。2010年10月24日には埼玉県の朝霞訓練場で行われた。 自衛隊関越式で展示が行われた。ただし、関越更新には不参加。2012年1月10日に量産第1号車、初号車の入婚式行事が陸上自衛隊富士学校にて行われ、報道陣に対して試作車1号車と3号車と共に、量産車の公開が行われた。富士学校校長、気候下部長らによる気候下部マーキングへの最後の筆入れ。 入婚の儀式とテープカットがなされた。量産車は試作車と細部が異なっており、主な変更点は以下の通り。試作第4号車は2013年4月13日に一般公開された。塗装は、アド一色で、車体下部に地雷減処理用装備のマウントが確認できる。その他にも、砲塔課題車車体研究用に、第0号車、 単車としては今せずがあったとされる。2012年、平成24年6月29日からは、陸上自衛隊広報センターにて試作1号車が、広報センターの中庭に常設展示となっている。2012年8月、富士総合火力演習にて、実弾の射撃及び難易度の高いスラローム、走行技術を一般に公開した。2013年、 平成25年4月時点での試作車の現状で、あるが1号車は陸上自衛隊朝阪広報センターにて、試作2号車は土浦の武器学校、試作3号車、銅座付けは富士学校に展示されており、試作4号車は技術研究本部陸上装備研究所で保管されている。また、車輪全部のラバー製カバーが、 折り目がないものに変更されるなど、納入のどに量産車にも、幾度か回収が施されている。加えて、すでに納入済みの車両も蓄次対応していくとされる。火力、防護力、機動力などの性能は、90式戦車と同等かそれ以上を目標としている。上院は、社長、報酬、操縦士の3名。将来の大気候戦闘及び、 機動打撃を行いうる性能と、ゲリラコマンド攻撃の対象における優位を確立するため、以下を開発のコンセプトとしている。手法は、従来の44口径 120mm 格好砲より13%軽い、新開発された、軽量航空圧砲身の日本製高所製の国産44口径 120mm 格好砲、重式機車砲を装備。 砲弾は発射薬や飛翔体構造を最適化した国産新型鉄砲弾アップフスズが開発され、新型弾薬に合わせ薬質の強度も強化されている。また将来的に必要であれば55口径 120mm 戦車砲に乾燥可能なよう設計されている。重式戦車の設計では90式戦車で使われる 120mm 戦車砲弾の 使用も考慮されている。弾薬の互換性を保持するため手法には一部に、ラインメタルの 120mmL44、格好砲と共通の設計がなされ、90式の手砲弾や、その他のナトウ弾も使用できるとされている。なお、10式用の砲弾は、鉄鋼弾の他に空砲が調達されている。これにより、訓練や演習時、記念行事などでの模擬戦闘で90式ができなかった。 空砲車ができるようになる。副部装として、主砲同軸に74式車載 7.62mm 機関銃、砲塔上面には 12.7mm 銃機関銃、M2 を装備している。また、12.7mm 銃機関銃、M2 用の銃貨は、社長用扇望橋上部にある円形のレールに取り付けれ、旋回式となった。自動装填装置を装備し、砲塔後部、 バスル内にベルト式の球団装置を配置していると見られている。戦車用自動装填装置の多くは装填時の角度が決まっており、装填のたびに手法をその角度に戻す形式だが、重式戦車の自動装填装置は手法にある程度の行不覚がかかっていても装填が可能とされる。また、砲塔後面には球団用ハッチがあり、そこから自動装填装置への球団を行う。 砲弾の搭載弾数については、自動装填装置内で、現時点で14発とする記事や、砲塔弾薬庫に14発、砲手の後方に2発、車体に6発の計22発が収納できるとする記事のほか、90式戦車とほとんど変わらないという記事があり、こちらでは90式は、自動装填装置内と車体内に、各18発と室内に4発の計40発が、 搭載可能と記述している。式、射撃管制装置に関しては、走行中も、手法の照準を目標に施行し続ける、自動追尾機能があり、タッチパネル操作でも、手法の発砲が可能である。無線通信、レーザーセンサー、赤外線、ミリ波レーダーなどの全てのセンサーが完璧に機能する、条件下では、正体を組んだ重式戦車同士の情報のやり取りで、 8標的まで同時補足し、これに対する同時強調射撃が可能となる。小隊長は、重式に装備された液晶ディスプレイをタッチパネル操作することで、各社に策的エリアを指示したり、自動割り振り表示を押すことで各社に最適な標的を自動的に割り振り、同士打ちや重複射撃、オーバーキルを避けながら効率よく標的を射撃することが可能になっている。 重式には自動作的機能があり、センサーが目標を探知すると、目標の形状などから、目標の種類、戦車、走行車用、非走行車用、航空機、固定目標、人などを自動的に識別する。FCS は探知、識別した目標の脅威度の判定を自動的に行い、ディスプレイに目標を色分けして、強調を表示させる。これらの情報は、 招待内各社の状況、燃料、弾薬、故障状況などとともに、招待内でリアルタイムに共有することができる。脅威度が高い目標が出現した場合は、90式戦車と同様に社長が報酬をオーバーライドできるだけではなく、招待長が他の招待者の FCS を強制的にオーバーライドして照準させることができる。照準する際には、データベースから、 目標の弱点部位を自動的に精密照準する。射撃後、FCS は着弾した場所を精密に計測し、効果判定を行う。FCS が目標の撃破は不確実と判断したならば、FCS は上位に自弾射撃をリコメンドする。重式の試験項目には、直進及びスラロームの走行状態を模擬した過信を、新戦車模擬砲頭部に与え、 射撃完成誤差に関するデータを取得する性能確認試験の内容がある。平成24年度富士総合火力演習で大きく左右に蛇行しながら正確な後進艦射撃を行うスラローム射撃及び急速交代しながら正確な射撃を行う交代後,後進射撃を実演した。90式戦車などこれまでの第三世代型戦車でも走行中に射撃を行う。 後進者において目標に命中させることは可能であったが、それは等速での前進中など、比較的単純な走行間に限られ、スラローム走行のような急激に進路を変える、走行においては十分な精密射撃を行うことはできなかった。また、ニコニコ長会議にないで行われた重式戦車開発者によるトークショーでは、演習で披露された、 静止目標に対するスラーローム射撃よりも難易度の高い同目標に対するスラーローム射撃でも100発100中の命中精度を有していることが語られている。社長用潜望鏡広報の高い位置に設置された社長用視察照準装置の赤外線カメラ部は全周旋回可能 C4I による情報の共有などもあり、味方と連携して策的、索敵 攻撃を行うハンターキラー能力は90式と比べて向上しているとされる。2008年2月の試作車両の報道公開に際し、報道上面から報道内部の視察が行われたほか、車長席と報酬席のモニター及び操作パネル周りの写真も公開された。写真には、報酬席に直接標準眼鏡と報酬用、潜望鏡が映っているが、この写真が 報道公開された車両のものかは明らかでない。防護力に関しては、新たに開発した複合装甲を使用し、防御力を維持したまま軽量化を図っている。2006年に公表された防衛省技術研究本部のウェブサイト内の資料である公共調達の適正化について、平成18年8月25日付在計。 第2017号に基づく随意契約に係る情報の公表、物品駅務等は、岐阜県の上岡出張所にて実施される、正面用部隊男性主権に関する内容が記載されている。これによると、新型試作法である 120mm 課題方法型、そして新型試作砲弾である鉄鋼弾法型を用いる子、それらを用いた、 射距離250メートルの射撃により、砲塔正面左右及び、車体正面モジュール型装甲の対弾性評価を実施するとされる。列国の軍隊の現存する様々な砲弾に対して全て抗換できる、優れた防護能力を持っている。炭素繊維やセラミックスの装甲板への使用や、小型化などにより、全備重量は90式より、 約12%ほど軽量になったとされる。しかし、複合装甲だけに限ってみれば、砲塔車体ともに、90式より重量が増してお、特に車体は2倍以上の重量がある。これは、チャレンジャー2000が、イラクで撃破された戦訓を取り入れたものと、考えられている。正面用部、砲塔、車体正面には90式と、同じく複合装甲が組み込まれており、 90式は内装式モジュール走行であると言われているが10式戦車の場合は、砲塔正面、車体正面とも外装式モジュール走行と報じられている。走行板は取り外し可能なので任務の性質や重量制限などに応じて走行の程度を選択できる自由度を持つ。正面用部には複数本のボルトで固定された走行板が確認できる。 砲頭部の装甲板は先端がくさび型であり空間装甲としての効果などがあると考えられている。また操縦仕様、ハッチ紙型の一部の部分は内側に引き込まれる形で垂直になっており、この垂直部分を隔てたさらに奥に複合装甲からなる主装甲が存在する。車体部の装甲板の内側には全消灯が確認できる。砲頭部、 車体部どちらの装甲板も90式のキャンバスカバーのように正面用部を覆うようにボルトで取り付けられている。90式の棒立ては正面投影面積が左右対称だったが、10式では直接照順眼鏡と同軸基銃のない側である棒立て右半分の面積を小さくしている。砲塔本体の両側面には、 分割式の増加装甲が装着されており、試験映像では、これが取り外された状態で走行、射撃試験が行われている。この増加装甲は、空間装甲と物入れを兼ねており、必要に応じて内部に走行を追加するという見方がある。この根拠として、ニコニコ超会議にの会場への重式戦車の搬入は44との状態とされる。 側面正面の増加装甲をつけた見た目のまま制限、重量40トンの73式、特大型セミトレーラで行われたことが挙げられる。以上のことから、通常外部に見えている正面や、側面の増加装甲とされるものは増加層のカバー、または物入れであり、重式戦車の44トンの状態の増加装甲は、装甲カバーの内部に全く見えない形で装着されることがわかる。 最大幻想光を付加したとされる48トンの状態は一度も公開されたことがなくどのような外観になるかは不明である。砲塔の四隅にはレーザー検知器が搭載されている。詳細については非公開だがアメリカグッドリッチ社製のレーザー検知器だと言われている。砲塔側面前方には発煙弾発射装置が取り付けられている。なお、 90式戦車の発煙弾発射装置は、レーザー検知装置と連動するようになっており、10式戦車も同様の機能を有していると考えられる。また、赤外線放射を抑えるために、サイドスカート下部のゴム製スカートで、赤外線を遮断させたり、排気管を内側へ寄せるなどして、IR ステルス化を図っている。2005年、平成17年10月25日に、 防衛省技術研究本部のサイト内に新設された外部評価委員会評価結果の概要は新戦車のエンジンは90式戦車と同等あるいはそれ以上の機動性能を実現能な新戦車用動力装置、エンジン、冷却装置及び変速装置を目的とした試作がなされの4点が試作品の基本設計結果としている。この新戦車用機関の設計について 外部評価委員会は、動力装置の設計は、現時点での最新技術を導入した、成功法なものと考えられるとまとめている。小型、軽量な水冷4サイクル V 型8、気筒ディーゼル機関を採用し、燃費向上や、黒煙低減などが図られている。最大出力は 1200PS、2300RPM、出力重量比は、約 27PS、T で、 90式の約 30PST と比べれば若干低いが出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等である。また、後述の HMT により伝達効率が改善されており、スプロケット軸出力は90式と同等と発表されているため実質の出力重量比は90式よりも高くなる。なお、 国産戦車における4サイクルディーゼル機関の搭載は61、式戦車以来となる。また、変速走行機には、変速比を最適に制御できる、油圧機械式無段階自動変速走行機、HMT、ハイドロ、メカニカルトランスミッションを採用している。車両質量あたりのスプロケット、軌道輪出力は、原油戦車に対して、格段に向上しているとされ。 90式の半分の半径で旋回が可能だという。また、交代速度も時速 70km を発揮することができる。2010年7月11日、富士学校、富士駐屯地開設56周年記念行事における、重式戦車試作車の走行展示にて、前進速度と後進速度は同じ時速 70km で後解説されている。 水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼル機関と無段階自動変速走行機 HMT を組み合わせにより動力装置、パワーパックの高効率、高応答化、そして小型、軽量化を実現している。エンジンの燃費に関しては90式と比べ小燃費となり、蛍光燃料は90式の1100リットルから880リットルに減少しているとされ、これによる タンク溶石の節約も、車体の小型、軽量化に寄与してい図とされる。喧嘩装置は74式戦車と同じく全天輪が油気圧式となり、90式では省略されていた左右への、車体傾斜機能が復活している。また、天輪の数は片側5個の等間隔となり、90式の6個より減少している。車体の振動の制御のために、 アクティブサスペンションもしくはセミアクティブサスペンションが採用されていると言われることがあるが、実際には開発過程でセミアクティブサスペンションの試験が行われたのみであり、パッシブサスペンションである。操縦指席の様子は公開されていないが、操縦使用ハッチはスライド式で、車体の前面と後面には操縦使用潜望鏡とは別に操縦使用の視察装置があり、 操縦士はモニターを見ながら操縦するとされている。また、2007年に当時の技術研究本部長がマモアのインタビューで今までメーター型だったケーキをフラットパネル化する予定であると述べている。加えて、前述のニコニコ超会議に似て行われた重式戦車開発者によるトークショーでは、冷暖房を装備していることを開発者が明らかにしている。 重式戦車のエンジン機構は海外からも注目されており、トルコは開発を予定している新型戦車のエンジンに採用したいと希望していた。しかし、トルコは同時に開発した戦車を国外輸出する計画も持っており、第三国への技術流出を警戒する日本との間で条件が折り合わず、2014年3月、開発協議は棚上げとなった。 2018年4月8日に行われた第一師団創立記念行事において1式戦車の軌道展示を実施し、ジャンプを披露した。90式戦車は北海道での運用を考慮して開発されたために、重量が約50トンあり、橋梁や路面の許容重量とかつ荷重の面で、北海道以外での平時における配備、運用が難しいとされている。このため、 重式戦車の開発においては、本州、四国、九州など、全国的な配備運用に適した、能力、高等、車体一体でのトレーラー輸送など戦略機動性の向上が求められた。その結果、九十式と比べて、全長で約38センチメートル、全幅で約16センチメートル小型化され、全備重量は約6トン、軽い約44トンとされている。 全国的な道路交通網の整備がなされ、61式戦車が開発された頃に比べると鉄道に頼らずに済むようになったため、陸上自衛隊では74式戦車の開発以降、鉄道輸送は事実上断念している。90式の場合、専用のトランスポーターによる輸送を行えば、道路の許容重量によって走行できるルートが限られてしまう可能性が存在し、 長距離を自走させた場合に足回りを痛める可能性があったが、同時代に開発された主要先進国軍の主力戦車としては小型の40トン級車両とすることで車体と路面へのダメージ低減に成功した。全国の主要国道の橋梁17,920箇所の橋梁通過率は10式、約44トンが84%、90式。 約50トンが65%、海外主力戦車、約62から65トンは約40%とされる。74式をトランスポーターで輸送する場合、73式、特大型セミトレーラで砲塔と車体が一体の状態で輸送できる。一方、90式の場合は、最大積載量50トンの特大型運搬車で、あれば、 砲塔と車体が一体の間の状態で輸送できるが、最大積載量が40トンにとどまる73式、特大型セミトレーラでは、砲塔と車体を分離して、別々に輸送する必要があった。重式は74式と同じ輸送インフラを利用できるよう小型軽量化され、全備重量は、約44トンとし、約4トン分の走行などを取り外すことで73。 式特大型セミトレーラの最大積載量に収めている。2010年12月までに73式特大型セミトレーラに重式を乗せ、砲塔と車体が一体の状態で輸送しているところが目撃されており、その際には透明高速道路及び国道を走行している。なお、輸送時の写真を見る限りでは、重式の走行などにおける外見上の変化は確認されていない。 諸外国の主力戦車に装備されつつある C4i システムコマンドコントロールコミュニケーションズコンピューターズアンドインテリジェンス指揮統制通信コンピュータ情報陸上自衛隊の戦闘車両を初めて搭載するこれにより単車内あるいは近くの重視戦車同士が相互に情報を伝達し敵や味方に関する情報の共有や指揮統制も可能になる 式、射撃統制装置を参照。また、機関連帯式統制システムに連接させることで、司令部や、味方部隊との通信能力が向上し、戦車部隊と普通化部隊が一体化した、作戦行動が可能となるという。将来的には O-1 観測ヘリコプターや R-64D 戦闘ヘリコプターからの情報も入手できるようになると言われている。なお、 事実上北部方面隊のみの配備となっている90、式戦車に関しては車内に戦車連隊式統制システム T-REX を後付けした機種を運用している第2戦車連隊のみ。高度な C4i システムを搭載した重式は自衛隊員の間で走るコンピューターとの異名をとっている。重式戦車の調達初年度にあたる平成22年度概算要求では当初、 4が、年度分の58両、1年あたり14.5両を一括、調達し、平成23年度、2011年、平成26年度、2014年に分割して取得する計画だ。だが2009年の政権交代に伴い新たな、防衛計画の対抗と、次期中期防衛力整備計画の策定が1年間先送り、されたため、一括調達は中止され、 最終的には13両を124億円で調達することが正式に決定したた。なお、平成20年度予算から調達初年度に一括、計上されるようになった、初度費、製造に関わる初期投資費であるが、初度費込みの契約ベースでは187億円とされていることから、初度費は約63億円と推定される。調達初年度の1両あたりの単価は、 約9.5億円で平成23年度2011年により取得が開始されており74式戦車中隊本部管理小隊を除くが16両90式戦車中隊本部管理小隊を除くが12両で編成されており今後74式戦車中隊を10式戦車で更新していく中で16両から12両体制に移行していく 日本政府は2010年12月17日に閣議決定された平成23年度以降にかかる防衛計画の対抗において戦車の配備数を平成17年度以降にかかる防衛計画の対抗から200両削減し約400両とすることした。同時に閣議決定された中期防衛力整備計画23中期防では平成23年度 2011年から平成27年度2015年までの5年間で重式戦車を68両調達するとしている。第2次安倍内閣で閣議決定された平成26年度以降にかかる防衛計画の対抗では戦車定数が約300両に削減され中期防衛力整備計画26中期防の 整備期間である平成26年度平成30年度までのに4 4両の調達が計画されたが40両にとどまった。中期防衛力整備計画31中期防では平成31年度平成35年度令和5年度までの間に30両の調達を予定している。なお、教育用として配備されていた第一機構。 教育隊が2019年3月に廃止されたことに伴い、同隊所属の重式戦車の機材管理がえ、気候共同連隊及び第71戦車連隊への配備が行われた。陸上自衛隊富士、学校陸上自衛隊武器学校整備教育用、北部方面隊、東部方面隊、西部方面隊、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。